その災害を受け、熱海市の3つ隣、長泉町の職員が山間部をパトロール。不法に捨てられたと思われる木や枝を見つけ、通報。その後、張り込みによって、この造園業者は放射線上に浮上した。この悪質業者を追跡するのは、静岡県。